皆さんこんにちは。健康推進課の北寺です。今週の伊賀ニンニン健康プロジェクトは子どもの褒め方、叱り方です。雨が続いたりお休みが続いて部屋の中で過ごしたりすることが増えると、ついつい子どものすることに目がいってしまい、イライラしていませんか？上手に褒めて上手に叱ることで子どもとの関係もより良くなっていきます。まずは褒め方のコツについてお伝えしていきます。褒められることはいくつになっても嬉しいものです。大げさすぎると思われるくらいたくさん褒めましょう。褒め方のポイントは次の3つです。1、普段している当たり前のことも褒めましょう。できることが当たり前ではありません。例えばご挨拶、大きな声でできたねとか、残さず食べられたねとか、当たり前すぎることでも口に出して褒めましょう。2、感謝の気持ちを伝えましょう。ありがとう、助かったわなどの言葉はとても大切です。特に子どもは褒めてもらうのが大好きです。褒められると役に立ちたい、次も褒めてほしいと前向きな気持ちになれるので、ますますやる気が上がります。3、結果だけでなく途中経過も褒めましょう。テストで100点を取ってきた時に、100点取ってすごいねは結果だけを褒めていますよね。100点は努力の結果ですが、また次も100点を取らないと褒めてもらえないプレッシャーと戦うことになります。こんなに頑張って問題が解けたね、すごいねの方がまた頑張ろうという気持ちになりますよ。次に叱り方のコツについて説明します。本当に叱るのは命に関わる時や危険が伴う時だけです。何度言っても伝わらないのは、なぜ叱っているのかわからないからかもしれません。絶対にしてはいけない叱り方のポイントは次の3つです。1、全人格を否定する言葉や子供を突き放す言葉は使わない。死んでしまえ、お前なんかいらない、出ていけなどは決して口にしてはいけません。2、自分の都合で感情的にならない。自分がイライラしているからといって子供に当たってはいけません。怒鳴り散らすのは恐怖心を与えるだけです。叩いたり蹴ったりすることは暴力です。全く効果はありません。3、問い詰めたりくどくどと叱り続けたりしない。問い詰められると逃げ場がありません。また同じことを何度も何度も繰り返しても、またかという気持ちになって叱られている理由がよくわからなくなります。前も言ったけど、どうしてできないのと言われても、できないものはできないので返事のしようがありません。子どもの個性は褒めることでより充実し、自分で自分を信じる気持ち、自己肯定感が上がります。自己肯定感が上がると自分を大事にできるので、自分以外の人も大事にできます。大人の考え方を急に変えることは難しいことですが、またやってしまったと落ち込まず、少しずつ実行していきましょう。保健師はいつでもあなたのそばであなたの育児を応援しています。